はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、以前一回クローゼットエッセンシャルズって言ってマストハブアイテムみたいな、これは持っておけば絶対に使えるっていうアイテムをいくつかね紹介した動画をアップしたと思うんですけど、今回はそれの夏バージョンをやっていきたいと思います。今年の夏これを持っておけばすごく使えるんじゃないかなとか、こういうアイテムは一気に夏らしさが出るからおすすめだよみたいなアイテムをどんどん紹介していきたいなと思っておりますので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあ早速紹介していきたいと思います。まず、一つ目がですね、今着ているこちらのトップスなんですけれども、ミニ丈のトップスになります。夏って言ったらやっぱり肌見せがすごく可愛い時期だと思うので、ほとんど夏らしさを出したいっていう方は、こういった短めのトップスがおすすめです。であと、個人的なおすすめは、このスクエアネック。ここのスクエアネックがデコルテをめちゃくちゃ綺麗に見せてくれるので、普通に首がちょっと詰まったやつとか、Uネックのやつとかも可愛いんですけど、私はこのスクエアネックがめちゃくちゃ好きで、いろんなアイテムと相性がいいのでとっても使いやすいし、一つ持っておくとすごく便利かなと思います。今なんかもうハイウエストのボトムスが定番になってきていると思うので、こういった短めのトップスにハイウエストのボトムスを合わせてあげてちょっと肌見せするっていうのがやっぱり夏の鉄板のコーデかなと思うので、こちらのトップスを今回はチョイスしました。では続いて2つ目がじゃん、こちらでございます。タンクトップって言ったらいいのかな、こういった白黒のタンクトップとかってめちゃくちゃ使えます。本当に使えます。基本的に夏ってあんまりレイヤードができないと思うので、どうしてもトップスにボトムスっていうすごく単純なシンプルなコーデになってしまうと思うんですけど、そういったコーデを作るのにこういうシンプルなタンクトップがあると何のボトムスでも合いやすいので、とりあえず迷ったらこういったシンプルなタンクトップにデニムとかスラックスとかワイドパンツ、スカートとか柄パンツとかショートパンツとか、これはとにかく着回しができるアイテムかなっていう風に思います。これはこの前ザラの購入品で紹介したやつなんですけど、それぞれの体型によっても変わってくるとは思うんですけど、私はメスリとか着ると肩のラインとかがすごく綺麗に見えるなって思うので、このタンクトップを選んでますが、普通の形のタンクトップとかキャミソールとかでももちろん使えるので、そういったものでもおすすめです。続きまして3つ目がじゃーん、こちらでございます。カラーシャツが今季はマジで使えると思います。夏に長袖って思うかもしれないんですけど、このシャツも羽織るだけじゃなくって本当にいろんな使い方ができるので、私も YouTube でもう何度も何度もコーデ紹介とかしてきていて、そこでもやってるテクニックなんですけど、このシャツをですねこんな感じで肩にタスキみたいな感じで斜めにかけてあげて、これを縛るっていう、このスタイルが今季は特に流行りそうだなというか、街中でもよく見かけそうかなっていう風に思います。単純にこのスタイルはめちゃくちゃ簡単なのにすごくおしゃれに見えるし、あとこういったカラー物のシャツとかを持ってきてあげると、私みたいに普段モノトーンなコーデが多いっていう方でもすごく挑戦しやすかったりとか、あと夏っぽいこういった爽やかなカラーとかをチョイスしてあげたら、それだけですごく季節感が出ると思うのでこちら選びました。夏って結構難しいのが温度調節がすごく難しいと思うんですよ。外はめちゃくちゃ暑いけど中入った時にちょっと冷房が効きすぎちゃってて肌寒いなっていう時とかはこれ羽織ったらいいし、あとはなんかさっきみたいなこういうタンクトップとか、こういうタンクトップとか着たいけどちょっとやっぱ露出が多くなっちゃってなかなか街中で着れないっていう方とかでも、こういったシャツを今みたいに斜め掛けすることで露出の面積が抑えられたりとかするので、すごく着やすくもなったりします。続きまして4つ目がじゃーん、こちらでございます。デニムのベストジャケットになります。今季はデニム素材のベストのジャケットっていうのが結構、ね、いろんなところから出てるんですよ。実際にこれの何がいいかっていうと、夏でもデニムオンデニムが楽しめたりとか、夏でもレイヤードができるっていうところだと私は思ってて、やっぱりデニムオンデニムってめちゃくちゃ可愛いじゃないですか。これは多分永遠に定番コーデだと思うんですけど、やっぱりこう四季で見た時に秋もできるし冬もできるし春もできるけど、夏ってやっぱなかなかデニムオンデニムコーデってするの難しいと思うんですね。なんですけど、このベストのジャケットなら袖もないし全然涼しげに着れるので、レイヤードしてもすごく可愛いと思うので、さっきみたいなこういうタンクトップとかを中に着てあげて前開けて着ても可愛いと思うし、普通に今こういった T シャツとかを中に着てあげてっていう感じでも可愛いと思うし、今年の夏は特に私は注目アイテムかなっていう風に思うのでこちらを選びました。丈感もいろんな種類が出てるので、短いものもあるし長いタイプもあるんですけど、体型カバーとかしたいなっていう方だったらこういった長めのタイプを選ぶのがいいんじゃないかなと思います。続きまして5つ目がじゃーん、こちらでございます。これはデニムなんですけど、デニムの中でもこういったちょっと色が青めのデニムを選んであげるとやっぱり夏らしさはすごく出るなっていう風に思い
います。今回私がチョイスしたこの形なんですけど、意外と今までなかったなっていうような形かなって思ってて、結構スリムだしフィットはしてくれるんですけど、スキニーほどピタッとならない、足首に向かってやや細くなっていくような感じのパンツになってます。でもマムジーンズとはやっぱちょっと違って、ストレートパンツとマムデニムの間みたいな感じかなって私は思ってるんですけど、こういった感じで裾にスリットが入っていて、割と丈感も長めなんですよ。なのでヒールとかと合わせてあげるとめちゃくちゃ足長効果もすごいんですけど、こういったパンツが海外セレブさんとかで履いてる方をよく見かけていて、すごく可愛いなと思ってたんですけど、なかなかこういった形って探してもなかったんですが、この前ベルシカで見つけてもうすぐ買いました。これは私はこれからこういったパンツ流行りそうかなっていう風に思ってるんですけど、とにかくこういったアーメンのデニムを選んであげるとより夏っぽさが増して可愛いと思います。あえてちょっとコットン素材の可愛らしいレースとかがついたようなブラウスみたいなものとか合わせてあげてもカジュアルミックスされるので、とてもね可愛いですよね。続きまして6個目がじゃじゃん、こちらでございます。ミニワンピを今回チョイスしました。ミニワンピは夏は定番のアイテムだと思うんですけど、今回私はこういったキャミのやつを持ってきていますが、普通に半袖のやつとかでも全然可愛いと思います。とにかくミニワンピがめちゃくちゃ夏はやっぱ使えるなって思ってて、ワンピースってそもそも1枚でコーディネートが決まるのでとっても楽なんですけど、ミニパンツとかミニスカートっていうミニ丈のボトムスが結構トレンドになってきているので、ワンピースも長いのもねすごく可愛いんですけど、こういったミニのものを選んであげてもトレンドなコーディネートが作りやすいと思います。私もねこういったキャミのミニワンピっていうのを今季は注目していて、海外っぽいファッションが好きな方とかだったら足元はスニーカーとかそういった感じでヘルシーに着こなす着方も定番だと思うんですけど、そういった感じで私も今季着たいなと思って、キャミ1枚だとちょっとあれだなっていう時もあると思うので、こういった T シャツとか合わせても可愛いと思うし、レイヤードもできると思うので、組み合わせがワンパターンになりがちだなっていう時とかにもすごく使えるアイテムかなと思います。ここからはちょっと小物に移っていきたいと思います。では続きまして7個目がじゃじゃん、こちらでございます。3種類あるんですけど、カラーバッグっていうのがやっぱり夏はめちゃくちゃ使えますね。オールシーズン使えるアイテムではあると思うんですけど、夏はやっぱり色物ってイメージがあるし、この前も相談でいただいたんですけど、モノトーンが多くなっちゃうんですけど、夏っぽいファッションをするにはどうしたらいいですかねみたいな DM とか相談でもらっていたんですが、こういったカラー物のバッグを持って合わせてあげるとモノトーンのベースは崩さずに簡単に夏らしさが出せると思うので持っておくと便利です。あとこのバッグと同じようなカラーのシューズとかサンダルとかでもいいんですけどを一つ持っていくとマジで使えます。私もこれ何回か言ってると思うんですけど、バッグとシューズを合わせるとすごいコーデに統一感が出たりとか、とってもおしゃれに見えるんですよね。離れた位置に来るじゃないですか、バッグとシューズって。でそこで色を合わせてあげることで自然とコーディネートに一体感というか統一感が出るので、こういったバッグに限らずシューズを一緒にゲットするっていうのもおすすめなので、ぜひゲットしてみてください。特に今季らしさが欲しいっていう方は、カラー物のバッグの中でもこういったメタリックなものをゲットしていただくとより今年らしさが出ると思います。続きまして8個目がじゃじゃん、こちらでございます。サンダルですね。私もこの夏になってから何回か購入品とかコーディネートとかで紹介してるんですけど、ビーチサンダル、トングサンダルって言うんですかね、一つ持っておいても損なしだと思います。ビーチサンダルって言ってるぐらいなので、夏ならではのアイテムというか、夏だからこそ楽しめるアイテムなのかなっていう風にも思うので、やっぱり今季はこういうスクエア2のサンダルがおすすめですね。すごく今年らしさも出るし、あとなんかモード系のファッションとかが好きな方もやっぱり丸みを帯びたやつよりはこういったちょっと角張ったというかっていうものを選んであげるとかっこよく決まると思うので、一足は持っておきたいアイテムかなと思います。続きまして9個目がじゃん、こちらでございます。まあ今回マーチンなんですけど、ブーツを私は一足持っておくとマジで使えるなと思ってて、ブーツって聞くとなんかすごい秋冬のイメージがあると思うし、夏にブーツってぶっちゃけ暑いんですよ。暑いんですけど、もうね最近はシーズンレスになってきています。ブーツも夏でも全然履くし、オールシーズンめちゃくちゃ使えるアイテムなので、これは夏に限らずっていう感じなんですが、最近シーズンレスな感じになってきているので、あえて今回はちょっと選んでみました。このブーツは、ね、夏に履く時のおすすめのコーデなんですけど、さっき紹介したこのミニワンピーとかと合わせてあげるのが夏の鉄板コーデですね。ミニ丈流行ってるんですけど、どうしても足が出ちゃって気になる方もいると思うんですけど、スニーカーだったりとかサンダルでも可愛いんですが、あえてこういったゴツめのブーツを持ってきてあげることで、足元にボリュームが出て足が華奢に見える効果があったりとか、そこ
まで露出も気にならなくなると思うので、そういった感じで合わせてあげるのがおすすめです。続きまして10個目がじゃじゃん、こちらでございます。ヘアクリップなんですけど、今回私パールのものを選んでいますが、カラーものもあったりとか、いろんなヘアクリップが出てきてると思うんですけど、髪の毛をまとめれるっていうのですごく涼しげになるっていうのもそうなんですけど、こういったバッグとかにこうポッてつけるだけでもすごく可愛いんですよね。特にこういったパールのものだったりとか、クリアな素材のものだったりとか、ちょっと色がついてるものとかだとさらに可愛いかなって私は思うんですけど、キーホルダー代わりじゃないですけど、バッグの印象もガラッと変わったりとか、最近の流れ的にもすごくゆるっとしたファッションが増えてきてると思うので、そういったコーデとかでもこうラフに髪の毛まとめたりとかしたら可愛いし、1個持っておくととても便利かなっていう風に思います。では続いてでラストになります。11個目がですね、夏と言ったらという感じなんですが、じゃじゃん、こちらのクリア素材とまとめさせてください。いろいろ種類はあるんですけど、クリア素材は本当に夏は間違いないと思います。やっぱりクリアってなんか透き通る感じというか、自然と海だったりとか水っぽい感じを想像させるような素材だと思うので、こういったアイテムを入れるだけで本当に夏らしさが出るんですよね。ファッションアイテムに限らず、コスメのパッケージとかでも夏になるとクリアの素材を使うブランドさんも多いと思うんですけど、とにかくコーディネートに夏らしさが欲しいんだっていう方は、こういったクリアのアイテム、何でもいいんですけど、バッグとかシューズとかアクセサリー何でもいいんですけど、持っておくとマジで使えると思います。はい、ということでこんな感じで夏のおすすめのアイテムを紹介してみました。安定に使えるものから、今季は特にトレンドかなっていうものまで結構幅広く紹介できたんじゃないかなと思います。私もそうなんですけど、夏ってやっぱりコーディネートがすごく単調になってしまったりとか、工夫がしにくいところもあると思いますが、こういったアイテムたちを使っていろいろ駆使しながらユリファッションを楽しめられたらいいかなと思うので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。